これより2022年ホーム最終戦セレモニーを行います。皆様ビジョンにご注目ください。コーチ選手はマウンド前にご整列ください。皆様からいただきました応援への感謝の気持ちを込めまして、読売巨人軍原辰徳監督よりファンの皆様に御礼のご挨拶を申し上げます。本日をもちまして東京ドーム本拠地最終戦滞りなく終了することができました。多数足を運んでいただき大きな声援をいただきまして、代表しまして
感謝申し上げます。本当にありがとうございました。苦しいペナントレースではあります。ただしまだ7ゲーム残っております。ベテランも中堅も状態は良くなってます。若手は成長しております。一試合ベストを尽くし最後の最後まで戦い抜きます。本当に今日はありがとうございました。これからもまたよろしくお願いします。原監督ありがとうございました。それではこれより1年間応援していただきましたファンの皆様への感謝の意味を込めまして、監督、コーチ、選手がスタンドにサインボールを投げ入れます。危険ですのでご自分のお席から離れてボールを取りに行くことはおやめください。ファンの皆様、1年間熱い応援をいただき誠にありがとうございました。原監督の力強い言葉がありました。一戦一戦ベストを尽くして最後まで戦い抜くと。東京ドームのレギュラーシーズンの今日は最終戦ですが、勝利で飾って残りは7試合、ベイスターズと4試合、ドラゴンズと3試合、そしてファンも信じるクライマックスシリーズ進出に向けて、工藤さん、最後の最後までこう戦い抜くという、改めて原監督の強い気持ちというのが伝わってきました。そうですね、やっぱりね、みんなファンの皆さんの前での挨拶も大事だと思うんですけど、なんですかね、心を込めてっていうか、本当に俺は勝つんだと、ここからの一試合一試合がどれだけ大切なのかってね、ファンの皆さんにメッセージを伝えるとともに、後ろにいる選手にも分かってるなお前たちと、なるほど、そうなんだぞと、試合はねって、まだ終わってないんだよと、1個勝ってニコニコではなくて、1個勝ったら気を引き締めて、2個勝ってもね、前を見て、多分なんかそういうね、あの思いも込めて、多分監督さんは話をしていると思います、ね、監督としての覚悟、決意みたいなものをファンの皆さんに言葉で表しましたが、はい、後ろにいた選手の皆さんにも その思いを背中で感じてくれよと、はい、がやっぱり監督としてのやっぱりこういう時の挨拶なんだなと。工藤さんもやはりそういう思いというのは、僕はもう常にあの、はい、選手に訴えようと思って前向いて喋ってました。やっぱり選手がグラウンドでね、働いてくれるわけで、自分たちがやるわけではないので、選手がこうその思いが大きければ大きいほど僕は勝つ確率は高いと思うので、ね、まあ、そういう意味では選手これからどうぞと、この7試合お前たちがどう頑張るかだぞっていうね、一つのメッセージを送ったんじゃないかなと思います。江川さん、今日のゲームを見るとファンの皆さんもよし最後までついていくぞという気持ちになったのではないでしょうか。そう思いますね、で、あとの7試合が今日のようなやっぱりものすごいゲームになるという予感がしますね、はい、今日各地見てもどこも接戦でという中で、はい、楽しみでなりませんね、これは。今監督、コーチ、選手の皆さんが、はい、ファンの皆さんへの感謝の気持ちを込めてサインボールを投げ入れています。まあ、最終戦ならではのそういった光景と。まあそうですかね、はい、そしてあと7試合残っていますので、はい、似合っている方はきついですよ、そうですよね、そうでしょうね、はい、むちゃくちゃきついですよ。今日の試合の疲労度ってものすごいでしょ、ものすごいです。明日も試合ですけど、そうですね、はい、さあでは今日の試合、江川さん、工藤さん、お二人と共に振り返っていきます。